ブライアンドン・デビは北アイルランド出身で主にアメリカ合衆国で活動した俳優。1930年代から1960年代のハリウッド映画で活躍した名脇役で特に1940年代のフィルムノワールには書くことのできない俳優と称されている。ハリウッドウォーク・オブ・フェームにテレビ分野で星を得ている。 1943年撮影1901年2月9日に北アイルランドアーマー県で生まれるが生後10ヶ月で両親と共にベイウィスコンシン州ラシーに移住9歳の時に家族でオハイオ州クリーブランドに移り住みそこで育つ1916年にメキシコに渡って年齢を偽ってパンチをビラの革命を阻止する政府軍に加わるべく入隊 第一次世界大戦に従軍する。大戦中は、ラファイエット戦闘機隊で活躍する。1920年代初頭に、ニューヨークで俳優としてのキャリアをスタートさせ、サイレント映画にも出演するようになる。その後、1935年の映画、バーバリーコーストで、名前が知られるようになる。1939年の映画、ボージェストで、 第12回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。以降はこの作品で演じたような冷酷無比な悪巻役で本領を発揮する。1948年に離婚し、その後18年間独身を通す。1950年1月11日、自ら操縦する飛行機が墜落する事故を起こすが、奇跡的に無傷で自らの足で歩いて脱出する。 1950年代以降は、ローハイドや、弁護士、ペリー・メイスンなど、数多くのテレビドラマに、ゲスト出演するようになる。1966年に、ベラルゴ氏の未亡人リリアンと再婚する。1969年に俳優を引退。その後は、短編小説や詩を書いたりして過ごしながら、鉱山経営などで成功する。1972年4月5日に、 食道がんで死去、ありがとうございます。